きるんかな。これどうやって倒したっけ、前の時なんかいろいろやったんやけど、もう今は一周してこスタンドじゃねえわ、アタッカーもいっぱい持ってるから、まあ簡単にいけるんかなとか思ったりしてるんですよ。オート回復、楽々回復、なんか一回これで適当にやってみましょうか。ピクミンじゃなくて、これめちゃくちゃ苦労して、ピクミンでやったな、でも確かここは。そういえば、ロボットで2回ぐらい落としてたか、あ、ロケットで。ってことはさっきのやつでいいよ。まあいいや、これで行ってみようか。ピクミンでさっきのセットリストがいいんかな。セットリストじゃないや、スピリッツセット。ごめんなさい、やった瞬間思い出したのが、まずこんな簡単モードでやってなかった。普通の難しさでやってたし、あと折り間使ってたけど、あれや、思い出してんで、巨頭を使ってたやん。で、巨頭でギリギリクリアでしたね。でも今はもうそんな使わなくても2周目やで、スキルも超あるし、全然下手くそでも倒せたなっていうのは、ドクターワイリーが簡単でやってるし、簡単でやってる&スキルが強すぎて、特にロケット2回使えたらいい方やったっていう記憶が蘇ってくるぐらい何回もやり直したステージだったんですけど、ここはコンプリートしましたね。2回ずつ使えるし、最後の切り札も。だからもう余裕でしたね。余裕やけど、あそこ残してたのは1回目はやられたからなんやけど、これでコンプリートなんやろうか、ここは。コンプリートしたっけ？これコンプリートしたかどうかは、マップで見るんかな？見えない、オリマーの影で顔で見えんかった。あれ、星ついてない、行かなあかん、なんか撮ってないな。つまり喋り方はちょっと下手なんですけど、1回目やった時は難しいでやって、スキルも全然ない時代にやって、難しいじゃない、普通でやってやな、でやったし、巨頭を持ってたのがやっとでしたっていうぐらいでしたね。で、2回目の今日は一回負けたからあそこから始まったわけなんですけど、前回の動画で。まあ、スキルボードはもう完成してます。上に、多分、スピリッツも強くなってます。で、簡単でやってるっていうことでクリアできたってことですよね。あそこ多分難しかった記憶がある。あそこの動画のビュー数だけ増えてる気がするもん。てか、俺、ここ、なんで星ついてないの？あ、これ取ってないやん。あ、まだいるんやん。ごめん。いたんやん。
こんなとこに段ボールが。で、まあちょっと一回初心に帰って、今ピクミンが強いっていうのでしばらくあれでやってたけど、初心に帰って育てていきますね。そんであのフラワー、パックンフラワーに戻りますか。パックンフラワーでずっとやってたんです。新しいキャラでやるっていうのが流行ってたんで。ていうかあと5体も新入社員じゃ全然違う、何やったっけ、新規追加キャラクターがいるっていうのはすごいことですよね。Ready? Go!
この後はどうやって何していこうかな。ちょっと他のクリアゲッターとかも見ていきたいなと思います。ショップとかも行ってみましょうかね。もう一回区切りがいいところら辺まで行ってセーブしたらそうしましょう。なかなか難しいね。クリアゲッターコンプとあれコンプ難しいよ。あれっていうのはスピリットミスった。
Thank you.
さて、ショップ行きましょう。ショップ行きまして、スピリッツボードとかもちょっとチラ見して、ショップじゃない、商店か。レジェンドありますけど、まあ何枚持ってるかちょっと出してほしいですけどね。まあいいや。あれは取ったでレジェンドなんで、一応ショップも商店か。チラ見して、もうずっと入ってこないですね。あそこにニューが出ることはないから、もうショップだけでいいかな、これからは。ショップではまだまだ集めないといけない音楽とかいろんなものがありますし、特に音楽がありますね。ベヨネッタ、知らん音楽やね。クリアしたことないゲームです。ソニックもクリアしたことないゲームです。星のカービィもクリアしたことない Wii です。そしてここにしなっと現れるのがファイタースピリット。これは夜もやらないといけないね、効率を高めるために。これは持ってます。これをやりますと。はい。で、できそうなクリアゲットあるかどうかなんですけれども、すぐにできるものがあればやりたい。そしてなければ次の動画でいきたいと思います。そして今、ポニョミさんから LINE 入りま、あ、LINE じゃないわ。入りました。ありがとうございます。さすがですということで、1の5をクリアしたやつですね。ありがとうございます。いや、ポニョミさんもさすがです。はい。今、ポニョミさんからの LINE、LINE じゃない、LINE を見てました。なんかあるかな？もう簡単なやつやっちゃったか。このね、これ、ガオガンを選び、1回の攻撃で 40% 以上のダメージを与えるっていうやつは、スピリッツでできないとできないんじゃないかなと思います。あと、これ自分ですよね、これ。これ2人用でやればいけるかな。1回やってみましょうか。まずはスピリッツでできるんですかっていうことですけど、あれ、ちょっと待って、スピリッツ編集、あった、スピリットあり、当たり前っちゃ当たり前なんか。あれができないだけですからね。なんやって、名前変なのあったで、ガオガエを選んでみますか。これ相手弱いといっぱいできるの。これですっげえ攻撃力が強い。あ、シャンはピクミじゃないとダメやね。攻撃力が超豪気でも豪気より強いの出てきたよね。これならできるんかな。一回やってみましょうか。今の 67？ おお、すげえ強え、強え、スピリットはやっぱ強え。今のだって2回目なんて絶対60いってるから、1回目がダメでも2回目いって、120で飛んでったの見たもん俺。スピリットでやるもんないな。ヒントがないっていうのは、だからそういうもんなんやね。何でやればいいでしょうかみたいな問題も含めたものなんでしょうか。問題も含めたんで、これ3でやってるのって思ってる人すいません。これはまた悪い評価つくわ、ごめんな。あと、もう YouTube のさ、俺説明欄に Twitter とか書いたり、コメント書いたりしよっかなと思ってるんです。そうすることでさ、まあ、バリエーション持たせられるし、今までリンク貼ってるだけやで、そこで良くない、良くないんかなと思います。あ、やべ。あ、負けてまう、負けてまう。負けてまう、負けてまう、負けてまう。いたー。あれ練習してるやん。体幹を鍛めましょうって。体幹鍛めてたんか。鍛めてたってないね。あ、行きました。これガオガエンで 40% 以上行きました。パワードスーツ来ましたね、ガオガエンで。次、じゃあ2人用でやって250貯めてみますかね。そういうのでいいんかな、本当にって。実は1個前の動画で、ちょこちょこっと弱い人にいじめ、弱い者いじめで250貯めたけど出なかったの。ここで説明することじゃないですね。ガオガエンはスピリッツじゃなかったら出なかったですよね。これでいきましょう。あと何があるの、ちょっと見とこう。見とく必要ないか。
あ、クリアゲッターで100マス解放したって。そんな記念あるやん。120マスなのに60マスやろ、記念すべきはと思いましたけど、そんなあるんや。これ何やこの名前、ちょっと名前つけようさ。これちゃんとクリアゲッター用クリアゲッ、あれ保存した時に名前が編集できない、文字が小さくて見えないみたいに言うな。終わります。失礼いたしました。